対戦相手の方が見つかりました。お相手のパーティーはこんな感じですね。ゴルバットか。いや、ゴルバットは結構うぜえぞ、あいつは。ゴルバット毒タイプはね、毒殺ができないんですよね。それがうざい。ただ、ドランには基本何もできないんじゃなかったっけ、あいつ。ハッサムで剣舞戦で突破っていうのはあいつ熱風があるから厳しいんですよ。そう考えると、ドランあたり、ただドランでもなんか、すげえ嫌な戦いになりそう。どうしよっかな。初手はランドか。ランドもでもありか。ランド、サンダー、あとはラティが基本有利なはずではあるんですよね。ただドランの方がいいかな。相手のギルガルトとか考えると。これラティがあんまりフーディに強くない方だからな。これで行ってみますかね。はい。では対戦よろしくお願いします。キュアはだっけ、あいつ S がすごい速いんですよね。すごい速いっていうか、100族なんだっけ。すごい速い素早さじゃないけど、見た目的にはあいつ65族ぐらいに見えるからな。ヨロヨロのヨロです。ギルガルド、まあ有利とも不利とも言えない対面。ハイパーボールギルガルドって見たことないけど、相手なんか靴もハイパーボールっぽいカラーだし、なんかこの黒と黄色みたいなのが好きなんですかね。ここは、まあ、いきなり禁止の可能性もあるけど、トンボ返りかな。最近は変なランドも増えてますからね。引いてくるとしたらゴルバットだから、ここトンボ押すのはありっちゃあり。禁止で貼られたらもう一回今トンボ押せば、普通に通った弱点保険とかなのかな。まあ何にしてもランドはどうせ残さなきゃいけないんで、ガブとかガルライの打点として、ここはヒードラン。ザッパー、おっと、タスキですかね、この感じは。ここはまだあれだよな、フーディン、トレースじゃないから封面押していいんだよな。メガフリーになるとトレースになるんで、安易にこの技を押したくないんですけど、ここは封面でいいな。え、普通に通る？マジかよ、そんな簡単にガルト切ってくれんの？なんだ、身代わり警戒とかですかね。マジか。禁止ぐらいは張ってくるかなと思ったけど、まあいいや、倒せたからいい。フーディン、身代わりフーディンがめんどくせえんだよな。デイジの力で、ランドがスカーフなんでフーディンが抜けるんですけど、身代わりとかをされちゃうとしてもめんどくさい。でもらい火もらわれちゃうんで、この技は通せないんですよね。瞑想の方か。瞑想だったら独特でよかった。身代わり多分ないでしょうね、この感じだと。あれば身代わりから入ってきてるとは思うんで、独特で。これ身代わってきたらちょっと厄介だけど、消え玉、これ落ちるかな、さ一回積まれたら。耐えたら超偉いけど、耐えそう、耐えない、まあしゃあない。ランドの地震で飛ばせるかという怪しい圏内だと思うので、ここは絶対1回サンダーから入って、サンダーはさすがにフーディの技一発は耐えてくれるはずなので、ボルチェンでちょっと削ってからランドロスですね。いきなり瞑想だったらな、毒々が正解だったけど、結局身代わりに対して多分割れなかったから、大地の力で、いや割れたかでも怒りだった、瞑想が入ってなかったら。だから一応大地の力は身代わりを警戒するんだったら正解でしたね。はい。で、ランドロス。ラスト誰だろうな。ゴルバットの可能性はあるっちゃある。キュアバーの可能性もあるかもしれないけど、まあ、ここトンボ返りで一応威嚇が残せるんで、ラストガブとかに対してはまあまあ有利ですからね。有利とは言っても剣舞があるからな。あ、何でしょう、ここはトンボ返りじゃない、トンボ返り。はい。で、フーディンを倒しての、
誰だろう、ゴルバットとかキュババとか。でもゴルバットの場合ちょっと不利かもしれませんね。ドラン残さなきゃいけなかったけど、まあ、ただそれ以外のポケモンの可能性もあるからな。あ、ガブか。ガブはちょっとね、互角ぐらい肩に寄り切りという感じですね。身代わりはちょっと無理なんで、毒毒か熱風か。いやー、でも接触技を考えたら熱風の方がいいか。それか羽やすね。いや、羽はないな。ブですね。やけど狙いプラス激鱗から来たあのゴツメ静電気があるんで、接触するんであればそれで、さあどうだ、静電気は引かないかな。ゴツメが入って静電気は引いていない。で、ランドロス、これスカーフだ、陽気スカーフだと抜かれてますね。イジスカだとこっちの方が早いんだけど、で激鱗じゃどうせ飛ばないと思うんで、自信ですね。相手のサメ肌に触りたくないっていうのもあるし、自信で。さあ抜いててくれ、ランドロス。ああ、陽気スカーフだ。陽気スカーフ多分2回耐えないかな。どうだ、 B は振ってる。あ、耐えそう。さすがランドロス。B 振ってるって言ってもそんなガッツリは振ってないんですが、激鱗押さなくてよかったです。激鱗だとあのサメ肌入ってたんで、落とされちゃってたんですが、さすがランドロスだな。そう、維持激鱗で2回耐えなきゃ陽気は耐えるのかね。でも81くらってるから、これ乱数次第で落ちるんじゃね、実は。耐えて。偉い。 偉すぎるランドロス、対戦ありがとうございました。やっぱランドロスなんだよな、地面枠は。カバとかガブリアスよりは全然信用できますかね。今めちゃめちゃ滑舌が悪かったね、今。まあ、いつも悪いんですが、対戦ありがとうございました。対戦相手の方が見つかりました。今シーズン前半の勝率マジで終わってたけど、途中まで100戦50勝50敗とかでしたからね。ただこのパーティーに変えてからの勝率はマジですげえ気がする。やっぱこのパーティー強いんだな。相手のパーティーがこんな感じですね。ランドレヒレハッサムって選手で行きたいんですが、テテフが鬱陶しいな。ただドラムの刺さりがそんなにいいわけでもないんですよね。まあ、ランドレヒレハッサムで行ってみるか。はい、では対戦よろしくお願いします。テテフは書店に来なければいけない。書店に来た場合は少し嫌だな。最悪ランドを切り気味に使うのもありかもしれないけど、いやでもランドはな、リザードンストッパーとかになるポケモンだから。ここはランドロスから入って、あ、ガスタか。オッケー、それはいい。ここ最近すげえ研磨されるんですよね。あとタレマシンガンが飛んできたりとか。なんでトンボ返りからハッサムに引きましょう。やっぱレヒレに引こうかな。やっぱレヒレに、どうせバレパンじゃ飛ばなそうなんでレヒレに引きますか。さっき威嚇入れてるんで、研磨されてもとりあえずは OK ということで。はい、あ、種がんできたか。そう、こういう時は発散ないけど、まあ威嚇入れたんでね、2回ヒットとか止まってくれれば。よし、止まれ。よし、よく止めたレヒレ。今のはレヒレの気合で止めましたね。本所そこらのポケモンとは気合が違うからな、カプレヒレは。だ、ここ相手がレヒレがちょっと早いこと想定して引いてくる可能性もあるからな。その場合追うしかない。できれば突っ張ってほしいんですが、ここはハッサムで一旦受けに行ってトンボ返りですね。ガスタをちょっとトンボバレパンで処理できなそうなのがあんま美味しくないところだな。まあ、そもそもあの初手から種が打ってくるんだればランドで殴った方がいいんですけどね、種マシンガン。これは良くて、ここはもうフィールド張ってあるし、まあ、仮に今更研磨に迫られても大したことないけど、トンボ狩り安定ですね。3回ヒット、うん、まあ2回3ヒットと3回ヒットなんで、これはまあ確率通りですね。まあ、僕の中ではここはトンボ狩りで、リザードに引いてくる。え、突っ張ってくるか。オッケーオッケー、マハパンチかな。あ、種ガンなんだ、へえ。ここマハパンチ押さない理由ってなんかあんのかね。まあ、トンボをあんま想定してなかった的な。トンボ想定しない上でランドロスバックとかを警戒してるか、まあ、そもそもマハパンチを切っているか。マハパンチ切ってるガスなんか存在しないからな。 OK、 トンボ飛ばせた、偉いですね。ちょっと威嚇は使えませんが、ここはランドロスですね。
テフが来るかな、いるんであれば。スカーフテテフがちょっと鬱陶しいのもあるな。ただスカーフテテフって前よりかはちょっと減ってるイメージがありますね。カップテテフ、はい。スカーフテテフはちょっときついわかもしれないけど、でもトンボ返りだな。トンボ返りからスカーえ控えめスカーフは抜いてるんで、この場合抜かれるのは臆病スカーフのみんなのほうがトンボ返りで、半分急所か、これはズルですね。でできればもうあんまり残す意味がない。カバルドもラストに残る分にはハッサムとランドで結構勝てるんで、これヒルフィールドを取りつつ、押してくる技は最高ショックの方か。ブリースターインパクトでもしますかね、ここは。ハッサムでちょっと受けたいけど、あ、ムーンフォース食料がまだ入ん、あ、ヒドナギからムーンフォースが入るか、そうだよね、そりゃそうだよな。で、ここはハッサムを出して、トンボがバレパンかのタクなんですが、ラストがリザードなんて見てから、まあ、なんとかならないとも言えなくもないけど、トンボ返りかな。いやでも難しいぞこのターンは。ラストがグロスの可能性もあるからバレットパンチにしとくか。あー引いてきたか。リザードンだったらここはトンボしなきゃいけなかった。え、グロス、あ、オッケーオッケー、グロスだったら別にバレパンでもいいね。これはもうスカーフランドが自信押せばもうほぼほぼ勝ちですからね。この展開だったら問題ないですね。でトンボ返りかな。テティフはもう自信圏内だし、素早さ抜いてるのも分かってて、グロスもまあバレパンが一発入れば自信圏内な気がするし、まあ、最後ここから一発トンボが入るはずなんで、身代わりプラスネザ炎とかの変なメタグロスでなければほぼほぼ勝ちのはず。あいへえ、おっとそれを狙いに来るか。でトンボが決まって、でさすがにもう自信圏内のはずなので、さすがに半分取らないことは絶対ないですね。なんでランドロス出して自信連打で勝つと。やっぱスカーフランドがなんか強えな。サンムーンっていうか 7世代になってからあんまりこのスカーフランドってポケモン使ってなかったんですが、最近ちょっとまた使い始めてすげえ強さを感じてますね。6世代の頃は僕スカーフランド信者だったんでスカーフランドばっか使ったんですが、今世代は直気ばっか使ってましたね。対戦ありがとうございました。